ヒグマ嵐は1977年に新庁舎から出版された吉村明の小説。1915年に北海道戸間前郡戸間前村三毛別六千沢でヒグマが開拓民を襲った三毛別ヒグマ事件をモデルにした作品である。後にテレビラジオでドラマ化された。北海道戸間前村六千沢の島川家をヒグマが襲い二人を殺害する。 ヒグマは二人のツヤの席にも現れ、さらに林下に侵入し子供や妊婦を殺害した。警察が出動するも効果が見られず、区長は荒くれ者だが、凄腕の漁師山尾官銀四郎に応援を頼むことにした。熊を仕留めた後、今後の対策をめぐって村人たちは迷走する。自然の摂理に身を委ねることの重要さを知る銀、四郎は人間の草に怒り、 村人に背を向け去っていく。1980年に読売テレビ、東映で木曜ゴールデンドラマ、恐怖、パニック、人食とくま史市場最大の惨劇ヒグマ嵐として放送された。現在は、戸前町郷土資料館で50分の短縮版を見ることができる。1980年には TBS ラジオでラジオドラマとして放送された。 昭和55年度第7回放送文化基金賞を受賞している。1986年4月、劇団 GMG が東京都の芸術名作劇場で舞台劇の上演を行った。5幕12場で2時間30分にわたる演技は吉村明からも高く評価されたという。ちなみに、三毛別ヒグマ事件の調査を行った野生動物研究家の木村森武も、 熊の生態や開拓民の生活について、などの指導を行っている。ありがとうございます。